イチゴソースを添えたパンナコッタパンナコッタまたはパンナコッタイパンナコッタはイタリア発祥の洋菓子の一種であるイタリア語で調理したクリームという意味であるゼラチンでとろみをつけ型に入れて作るつるりとした口当たりの甘いクリームデザートであるクリームはコーヒーバニラまたは他の調味料で香り付けされていることもあるブルーベリーソースのかかった パンナコッタ砂糖は温かいクリームに入れて溶かす。クリームには香辛料などを入れたり、ラム酒、コーヒー、バニラなどを加えたりして、風味をつけられていることがある。ゼラチンを冷たい液体で柔らかくしてから、温かいクリームの混合物に加える。これを型に流し込み固める。その型の底にキャラメルを入れることもあり、クリームキャラメルに似たものになる。 その名前は、調理した、クリームを意味するが、材料は強く熱するのではなく、ゼラチンと砂糖が十分溶ける程度に温めるだけである。パンナコッタはしばしばベリーのクーリー、キャラメルやチョコレートのソースと一緒に提供される。フルーツやリキュールを乗せることもある。パンナコッタという名前は、1960年代までイタリアの料理本には記載されていなかったが、 イタリア北部のピエモンテ州の伝統的なデザートである。一つの歴史によると、1900年代初頭にランゲ地方でハンガリーの女性が作ったのが始まりと言われている。1879年の辞書にはゼラチンを使って調理し、型に入れ、クリームで作ったラテイングレーゼ、つまりイングランドの牛乳という料理がある。他の出店にはラテイングレーゼは 卵黄で作られており、その名称は、とろみがあるカスタードのようなものを指すと書いてある。ピエモンテ州は2001年にその地域の伝統的な食品の一覧にパンナコッタを入れた。そのレシピには、クリーム、牛乳、砂糖、バニラ、ゼラチン、ラム酒、マルサラが含まれており、キャラメルと共に型に流し込む。他の著者は、伝統的な風味は桃のブランデーであり、 伝統的なパンナコッタにはソースや他の付け合わせをしないと考えている。パンナコッタは1990年代にアメリカで流行した。日本では1992年にサントリーが業務用を粉末、即席パンナコッタを1993年に森永乳業がカップ入りの量産品を発売し、ブームになった。喫茶店やファミリーレストランのメニューに追加されたほか、 家庭でデザートやおやつとして手作りされる。生クリームの割合が多いと高カロリーになる上、日本では生クリームは値段が高いために、家庭では牛乳やエバミルクを多く使用することもある。飲食店ではココットに入って出てくることが多い。ババロアはパンナコッタに似ているが、通常は卵とゼラチンが含まれており、型に流し込む前にホイップクリームを混ぜ合わせる。 ブラマンジェは時々ゼラチンやアイシンググラスを時には澱粉を用いて濃くする。パンナコッタは時にカスタードと呼ばれることもあるが、本当のカスタードはゼラチンではなく卵黄でとろみをつけている。ありがとうございます。